さんすいません、もう一つなんですけどよろしいですか。はい。HPCI の復旧はとりあえず待ってる感じなんですかね。 4.1 なんで、ロー2上がったところでもう一回リセットで再起動を試みましたけれども、バッテリーがちょうど枯渇しているのか、再起動できないということです。あ、了解しました。で、あ、バッテリーを、あ、電源待ちってことですね。バッテリーが、あれば回せると思います。はい、今バッテリー手配してんだっけ。無理だよ、無理、無理なこといくら追っかけたって努力の無駄だ。それだ、それは諦めると次の代替手段で考えるしかないでしょ。そうなります。いろいろ手段を拾い出して候補を挙げるのはいいんだけど、もうこういう事態なんだから絞り込んで実現性が高くて効果の高いやつを選ぶのが一番いいんだけど、実現性が高くて効果低くてもそれはやっぱり選ぶべきだと思うんだよねっていうのと、あとその担当者同士であだこうだって言わずに本部に挙げてくださいよ、悩んでるところは。それ皆さんに言っておきますか。でいいですか。あとね、一番重要なのは3号のこれからトレンドの予想、だからドライベル圧力、それからロスイ、それからロアツ、これの ほぼほぼの今トレンドを見てどういう事象が何時ぐらいに出るかということと、復旧との時間の勝負だから、そこをちょっとしっかり押さえて、言えそうなネタはもうできてる？ない、まだもうちょっとかね。あとね、格納容器の圧力も上がってきてるでしょ、トレンドを、でさっき言った格納容器の圧力、いつ頃設計圧力になるかっていうのを計算しとけって言ったんだけど、それ今どうなってるかな。それを今やってます。やってる、うん。でそうすると弁当の準備だとかさいう話にも なってくるからさ、はいはい、はい、事象の進展としては、このままロアツが上がっていけば、SR 弁が吹いて、SR 弁バカバカ吹くのに合わせてロスイがぐっと下がってきますと。で下がって、全く何もしなければ燃料露出のところまで来て、で、またガーッとなって、で弁当しないといけないという状況になると。弁当ラインは一番簡単なバルブだけ残してあと全部できちゃってるんだよね。あ、はい、ちょっとよく確認しといて、最悪そこまでいったらあれだから。